今回のバトルは辻三蔵 VS 鈴木翔太の後半戦。その結末は？最強の馬券師を決めるため5人の馬券上手が火花を散らす。メインレースは芝 1600m の G3 東京新聞杯。いやー、リス・グラシュ結構自信あったんですけど、人気しすぎなんですよね。鈴木が本命と考えていたのは8番リス・グラシュ。3番人気と人気の一頭。リス・グラシュが勝つにはある程度前に行けば面白いと思ったんですけど、人気ないなら前に行くっていうのにかけてもいいんですけど、前に行かない可能性もあるんで、血統的に明らかにマイルが良くて、兄弟みんなマイルなんですけど、前に行かないとやっぱ厳しいと思うんですよね、流れ的に。鈴木の馬券は2番電光暗示を軸にした馬連と8番リスグラッシュ一着固定の3連単、合計7000円。あー、全然予定通りに進まねえな、当たってる割には。もう少しうまく取っていくつもりだったんだけどな。現在的中は4回だが収支はマイナス。馬券の効率の悪さを嘆く辻。本命がね、8番のリスグラッシュですね。辻の本命は鈴木と同じ3番人気の8番リスグラッシュ。そしてこの日も辻が東京新聞杯の高層調教プロファイルを披露する。2008年以降、東京新聞杯の調教コース別成績を調べると、立東本半路調教馬がね、最多の5勝を挙げてるんですよね。まあ、東京新聞杯、まあ、レース傾向とすればですね、前半がね結構ペース落ち着くんですよね。やはりその前哨戦の見合いも強いんで、前半はゆったりと流れて後半の上がり勝負になると。そうなるとですね、やっぱ立東半路でのスピードトレーニングが最適と。前半から早めのラップで飛ばして加速を増した状態でラスト1の12秒前半にまとまれる、このねスピードトレーニングが合うんですよね。そこで調べてみました。2008年以降、立東半路で追い切り、4ハロン51秒7以内、3ハロン38秒6以内、2ハロン25秒0以内、1ハロン12秒7以内にまとめた場合、2戦2勝と2頭しか該当しなくて2勝してるんですよ。このデータに該当したのが今年のリス・グラッシュですね。今週の立東半路ではですね、4ハロン49秒8と、その日の立東半路は一番時計を計測と、立東半路で起きたことでですね、高速化を図りマイル仕様に仕上げてるんですよね。やっぱり立東半路は勾配もきついですし、前半から早めのラップで飛ばさないとスピードに乗ってきませんので、瞬発力勝負に向くっていう調教はしやすいんですよね。まあ、ただね、ここまでの話はしたんですけど、まあ、正直ね、そんなね当たるレースじゃないんだよな。しかもリス・グラッシュで被った時点でほとんど気がないんだよね。そして返し馬をチェックする辻だが、まあ、あれ買いたくねえな。なんかあんま良くなさそうだ。なんか引っかかったもんな。辻は結局本命8番をボックスの1頭に格下げ、馬連5頭ボックスを各1000円、合計1万円購入。グレタロンド参ったな。おっす、いやー参ったな、おいグレタロンド。おお、ガリバルディ、吉だろう、とりあえず勝ったけど、いやー、なんか相手が入れてない気がしますわ。共に本命とした8番が1着、辻は馬連を的中。しかし鈴木は3連単の相手に3番がなく外れ。ちょっと勝負弱気になりましたけども、まあ当たりましたから良かったです、3-8で。いやでもやっぱダメだよ、気持ちが弱すぎる俺が。いや冷静に考えたら入れるべきですね。しかも2番も来てる、2番なんか結構、しかもかなり足余してるんで、めちゃくちゃ詰まってたんで、